短波紫外線に照射され、蛍光するホタル石だが可視光線の白色を照射しても蛍光しない蛍光によるアート蛍光とは発光現象の分類。なお、ホタルの発光は体内の酵素の化学反応により生じるエネルギーを霊気源とする発光であり、抗議の蛍光とはメカニズムが異なる。ルミネセンスにはルミノールの発光のように 化学反応によって生成した、霊気状態にある分子からの発光を含む、生物実験での使用例。中華、エチジウムで染色した、アガロを告げる。中華、エチジウムは、DNA の分子間に入り込み、紫外線が照射されると大々色の傾向を発する。講義の傾向は、X 線や紫外線、 可視光線が照射されてそのエネルギーを吸収することで電子が冷気し、それが規定状態に戻る際に余分なエネルギーを電磁波として放出するものである。フォトルミネセンスを直接観察する機器としては、主に分光系高光度系が使用される。また、傾向を観測するのは吸収を観測するのに比べて、 感度的に優れているため、HPLC などで微量分析を行うときなどには、対象物を傾向を発する誘導体に変換して分析する方法がしばしば用いられる。また、物質に波長の短い X 線を照射すると、その構成元素の内角の電子が原子外に弾き飛ばされる。そのようにしてできた空の軌道に、外側の殻から電子が遷移し、 余分なエネルギーを X 線として放出する。この X 線は蛍光 X 線と呼ばれる。蛍光 X 線のエネルギーは放出する元素によって決まっている。そのため特性 X 線や固有 X 線とも呼ばれる。そこである特性 X 線がどれくらい出てくるかを調べることで物質中のある元素を定量することができる。このような元素分析法を 蛍光 X 線分析という。蛍光能を有する線量は、蛍光線量と呼ばれる。普段は無色であるが、紫外化し、光柱の短波長域の光で、青色の蛍光を発する線量は、紙や布の黄ばみを隠蔽する効果があるため、蛍光増白剤として使用される。蛍光灯は、低圧水銀灯の内側面に、水銀の発する、紫外線を吸収し、 傾向として可視光線を発する物質を塗布したものである。傾向を発している物質に対して、そのエネルギーを吸収できるような適切なエネルギー順位を持つ物質を添加すると、傾向が消失する。これを昇降といい、昇降を起こす物質を昇降剤という。傾向と輪行のメカニズムの違い講義の傾向のうち、一般的に冷気のための光を止めて、 発酵が持続する寿命が短いものを、傾向、寿命が長く残光するものを輪光という。この分類によれば、分子では、発酵過程の始状態と終状態のスピン多重度が、同じものを、傾向と言い,い、交換交差により、同じでなくなるものを、輪光という。 スピン多重度が異なる繊維は金星であるから寿命が長くなる。ただし、傾向と同じ状態間の繊維に由来するにも、かかわらず、発酵寿命が長い遅延傾向と呼ばれる現象もある、ことから、近年では別の分類の仕方もなされている。遅延傾向では、冷気された後に、一旦スピン多重度の異なる状態への繊維が起こり、そこから金星繊維を起こして、 発酵過程に入るので、寿命が長い。一方、結晶では、分子と異なり、スピンった重度の特定が困難であるので、発酵の寿命が、発酵過程の繊維確率で決まっているものを、蛍光冷気されてから、発酵過程に移るまでの繊維確率で決まっているものを、輪光という、蛍光色によるペイント、ブラックライト下で強く発光している、蛍光イエロー、 蛍光オレンジ、蛍光ピンクなどで、ネオンカラーと呼ばれることもある。蛍光色の黄色は、通常の黄色より緑がかった黄色をしている。蛍光顔料などの蛍光色素を用いて、塗料、印刷印記、色鉛筆、クレヨン、蛍光ペンのインクなどの文房具や、玩具、安全防災用、色彩、防犯用品にも活用されている。ロードコーニーや警備員の蛍光反射直器などにも、 蛍光色風のものがある。蛍光服と呼ばれている。消防車の塗装にも蛍光主席色が使われている。これらは一般光下において色の通常反射に加えて紫外化し、光中の短波長域の光を吸収し、フォトルミネセンスで発色しているため一般色に比べてより鮮明に見える。また、太陽、光中の可視光線の減少に伴って、 可視光に対する紫外光の割合が高くなる朝、夕方、曇り、雨天時では、より視認性が向上して見える。またブラックライト照射下では、さらに強く発光する。通常、蓄光性はない。UV で発光する紫外線蛍光鉱石紫外線の照射によって、蛍光を発する鉱物には次のようなものがある。ただし、産地などにより、 傾向を発しないものもある。ありがとうございます。